してこちらのコーナーなんですけども、はい、同級生に名曲のオープニングが流れているんですよ。素晴らしい。もうこれ素敵な歌ですよ ね、 ね、歌唱マリエさんで、マリエさんで素晴らしい歌声で、爽やかな、ね、歌声で、ね、懐かしさもあり、そしての下の方なんですけども、はい、あの私これわからないんですけど、トムさんこれ何ですか？TC98 TC98 番、98、もしかしたらイルフで仕事してた時に最初配給されたのこれだったかもしれないという、もうなんかこれが TC98 なんですね。 TC98 よく見つけてきたなというか、あのよくね、家庭のテレビでもブラウン管とかあったじゃないですか。ありましたね。このぐらいの奥行きありますよね。もう厚みが今は考えられないくらいの厚みがあります。いや懐かしいレトロな、なんかここね、池原さんが一緒に立ってるの、なんかこうすごくね、タイムスリップしたみたいな感じになってます。時代が変わったかなっていう感じがあるんですけど、素晴らしい。なんか見たことがなかったんで、もう誰が探してきたんだろうっていう。よくありましたよね、これがね。そうですね、きっとこの秋葉原を探し回ってね、見つけてきたんだと思います。でその隣に同級生リメイクの方のパッケージのね、サンプルが飾ってありますけども、すごい、もう忠実に再現されてますね。そうなんです、もともとの同級生のパッケージをもう忠実に再現しておりまして、あの裏の CG とかもできるだけ同じものをピックアップしておりますので、素晴らしいです。あのレイアウトも本当にレイアウトもそのままになっておりますので、当時買っていただいたお客様はね、あの見比べていただくのも持っている方はねいいかなと思います。素晴らしいです。そしてこちらがあの早期予約キャンペーンの告知になっておりまして、武井正樹先生と住良木小白先生の早期予約の色紙が2枚セットでついてくるということで、これ欲しいですよね。もう2枚セットというのがね、もう豪華すぎて、もうこれなくなり次第終了ですか？そうなんです。なのでお早めにご予約いただいて、急いで急いでください。急いで急いで、ぜひ急いで予約していただけたら嬉しいです、ね、これそしてこちらのコーナーなんですけども、はい、直球に言うと同級生リメイクの宣伝です、はい。皆さんご存知かもしれません、もう一度おさらいということで説明させていただきたいと思います、はい。同級生リメイクがですね、豪華版というものを用意しておりまして、その豪華版にはですね、武井正樹先生初代同級生の生原画抽選券というものが素晴らしいついております。ですね、その抽選で当たる原画を、はい、スタッフさんに持ってきてもらったので、ちょっとスタッフさん見せてもらってもよろしいでしょうか？これ、あの、一部ですか？あ、そうですね、これはあのごく一部というか、もう1枚分なんですけども、こういった感じで、これ当たったらやばいですよ。やばいです、もう本当にあのどうやって保管していただこうというか、これあの額に入った感じですか？あ、そうですね、額に入ったのは状態でお届けするんですけども、あの本当に貴重なものになるので、ぜひ大切にしていただける方に当たってほしいという。素晴らしいですね、これね、はい、本当に当たっちゃったら本当に宝くじに当たっちゃったみたいな感じで、そうですね、多分ね、どうしようってなると思うんですけども、すごいですね、あの全部で30名様、はい、プレゼントされます。確率ありますよね。そうなんですよ、あの30名さんって結構ね多いなんですから、すごい、いろんな方にね、はい、応募していただきたいですね。本当に一枚一枚手書きされたものになりますので、うん、ちょっとやっぱりあの年月が経っているので、シミとか折れとかもあるものもあるんですけど、30年近いですからね。そうなんですよ、うん、逆にそれがもうレアですよね。レア、うん、とね思っていただければと思います。はい、そしてですね、さらに豪華版についているものとして、うん、はい、最新 Windows 対応の1992年に発売されました初代同級生のゲームデータが丸々ついてきます。すごい、これはこれについてはですね、もうあのこのイラストを見ていただけたらわかるんですけども、あのグラフィックとかをあのできるだけ、音楽もそうなんですけど、できるだけ当時のまま再現したものに、いや本当そのまんまですよね、なってます。ちょっとあのなんかドットっぽいというか、うん、
いやそういったところもね再現されているので、あの当時のゲームをそのままね、うん、やりたいという方も Windows でできるようになっておりますので、うん、これがもう金字塔でしたからね。そうなんですよ、恋愛ゲームの金字塔と呼ばれてるんですよね。はい、もうその時の歴史をそのまま感じていただければと思います。はい、皆さん見てください。とってもセンシティブな画像がこちらにあります。ダダーン、まいちゃん、まいちゃん、諸事情によりあのいろいろ私が無理な体制になってるんですけども、はい、こちらソフマップ様の、特典絵柄、はい、エストリーの特典絵柄のまいちゃんの共演美術になっております。推しのまいちゃんがこんな、あ、こんな見たかな、たまさん推しなんですね。まいちゃんがしかも水着脱ぎかけな感じですね。そうなんです、あの脱ぎかけで、あのここではいろいろと見せられないんですけども、はい、お店ではねな感じになっておりますので、ほろりとまいちゃんは、お店ではねこのアマビエとあのタマさんがいないものが見れますので、はい、表情もめちゃめちゃいいです、まいちゃん。ね、いやもう素敵ですよね。あとこのシルキーズプラスさんに今回あの塗りをお願いしてるんですけども、今回ねあの参加させていただいて制作の方もね、もう肌の質感が素敵、はい、いやもう舐めたいですね、舐めたいですね、本当に、はい、あの皆さんぜひ舐めるように見ていただければと思います。舐めるように見ていただきたいです。はい、というわけで、うん、原画展を見てきたわけですけれども、いやもう本当になんかもうここでしか見られないという貴重なものがたくさんでしたね。本当ですね。いやもうなんかね涙出そうでした。なあ、そうなんです、懐かしすぎて感動しますよね。感動します。うん、やっぱりねゲームの中の CG で見るのももちろんあの、うん、やっぱりいいんですけども、こういったあの生のね原画を見るっていうのはなんかこう違う意味でこう心に来るものがありますね。そうですね、本当にうるっとしちゃうというか、あの歴史の重みも感じますよね。こういう風にこれ多分これ初めてだと思いますから。あ、そうですよ ね、あの冒頭で池原さんがおっしゃったように写真撮っていいっていうのがね、そうなんです、素晴らしいですよね。皆さんのカメラの中にね思いをたくさん詰め込んで収めていただきたい。はい、でこちらなんですけども、はい、1月の11日まで開催しておりますので、皆さんぜひ足を運んでみてください。はい、ぜひ来てください。はい、ということでタモさん今日はありがとうございました。こちらこそまた、ね、ご一緒しましょう、ね、またご一緒しましょう、はい、よろしくお願いします。みんな同級生リメイク予約してね、予約してね、よろしくお願いします。バイバーイ、バイバーイ。